今セラピーの編集をしています。もうある程度 の、 音声を取り込んで、音楽を入れてある程度のもう編集を終えていて、今ちょっと、もしですね、この音声を聞いているというか、こう見ていて耳がね、よく聞こえない方も、もしかしたらこう文字を読むことでイメージをしたりとか、何回も聞いていればもしかしたら、なんだろうな、こうこの動画なしでも自分で目を閉じた時にこの言葉を思い出して、イメージできるんじゃないかというふうに思ったので、とりあえずちょっと音声をつけるということを今試しています。ただし鼻なんかね、アレルギーが詰まっていた。苦しい感覚がある方は、アレルギーなど詰まっているのとか、苦しい感覚がある方は、ご自分のしやすいような呼吸をとって結構です。しやすいなんだっけ、変な日本語。しやすい呼吸でいいか。こうやって自分の発した言葉を聞きながら聞いて自分で打っていく、今そういう字幕をつけています。最終日が自分の鼻の中を、鼻のところですね。呼吸があっていたかな。さあ空気が自分のお腹、お腹やそこ、鼻のところに通っていく。おお、目が見えなくて変化。ああ。そんな感覚です。
お腹すいた。自動保存がかかっています。そうすると文字合ってたっけ、忘れちゃった。その話に耳を傾けない。もうお腹すいたからちょっと食べる。まだできてなかった。温めていたんだけれども、まだ途中で止まってたから。あ、12時だ。11時なんかと思った。はい、次。J。
キンって鳴ったからもう一回見てくる。なんかカップラーメンってあんまり好きじゃなくて、こういう冷凍パスタはなんか作業中とかお行儀悪いですが、結構美味しく食べられるので、ボンゴレちゃんをよく食べるんですけど、あとね、うんと、なんだっけ、あれが好き。汚くてごめん。これね、自分の音声を聞いてても、あのリラックスモードに入っちゃう時があって、編集が結構きつくなる時があるので、今は昼間なので、まあ午後の初めは食後とかはカフェインを取ったりするんですけど、なるべくカフェインはもう午後は取らないようにしているので、まあ、今ね、あのまだ時間は、今お昼眠くはなってないですけど、これ夜に編集とかし始めると、もうなんか聞きながらうとうとってなっちゃって、ちゃんと編集できているかわかんないくらいな感じになって何今の感じ、見たことない。
かさっきね見てたらここがなんかおかしかった。鼻のところを通っている感覚に意識を向けます。はい、さっきねここに気づいちゃいました。でここまで来たんだ。あ、でも想像じゃダメか。これはちょっとやり直しですね。今回のこれはちょっとそれだとまずいんです。これちょっと消します。ここはちょっとダメでした。埋まっちゃってるので、これを外して、そうですね、これだけ残すと、ですね、呼吸をして素直に私に、なんか、やっぱ字幕つけるの結構きついな、時間的に。編集にここまで時間をかけていられない。